一日出戦ポケットモンスターさん、ヒロシ君、対戦よろしくお願いします。レーティングバトル、実況者の相手です。はい、ヒロシ君、対戦よろしくお願いします。はい、トゲデマル、メタグロス、ヨアシ、あれちょっと名前が分かんない、ブーバーンとブラッキー、悪炎、水電気、鋼エスパー、ミミック、ミミック壊されるかな、 なんかで壊されそうだな。ゴツメとかガブリアスいないからサメ肌の心配はないけど、ミミッキュ、ここはレヒレコケコかな、レヒレコケコでいこうか。ダダリンはちょっと違うな。これでいきます。何出してくる、まあ、メタグロスメガ枠かな、メガ枠で使ってんのかな。対戦よろしくお願いします。はい、もう負け、もうね、勝ちたい、さすがに。もうずっと負けてるわ、さすがに勝ちたいわ。ヒロシ君1300ぐらいだったから勝てるかもしれない。頑張ってね、ミミッキュー。ブラッキー、悪単体、タスキか、ゴツメだったら嫌だな。タスキだったらまだ許せるけど、電磁波巻いた方がいいのかな。 S は多分相手早いだろうけど、どうしたらいいかな。いやーけど、じゃれつくで効果抜群で落とせるもんな。じゃれつく、あ、ね、ブラッキーって S そんな遅いん、かた、鬼かたいじゃん、ブラッキー。弱点保険、毒毒だ、うわうわ、これで、化けの皮は大丈夫だよね。これ化けの皮は大丈夫。これじゃれつくで落ちるよね。落ちる絶対落ちる。ちろう、よし、まだこれ化けの皮は有効だよね、これね、大丈夫だよね。何出す、ゴーストいたっけ、ゴースト系いたっけ、いないよね、ゴースト系いない、よし。さあ、ここどうするかなんだけど、電磁波巻いちゃおう。で、技次第で交換します。ラムの実とかないよね。地震、で化けの皮剥がれまして、コテンで毒ダメ。どうしよう、これもうちょっとダメージ与えといた方がいいかな。いや、ここは交換だ、ここはコケコに入れ替えるべきね。冷凍っていうのはね、ゴリ押しじゃ勝てん。はい、シャープエテポンゲです。はい、冷凍ビーム、おっ、ここはマンボルで十分でしょう。
はい強い、はい強い。最後ラス位置は電樹木。そうか、電樹木だ、これ電樹木。さあどうしよう、早いよね多分、電樹木って S 早いよ、早いよね。ただここはもう打つしかないよな、打とう。勝ってるんだ。あ、H 結構高いんだ。なんか H がめっちゃ低いポケモンがなんかこのシリーズでいなかったっけ。うわー、ちょっと待って、うわ、レヒレが残ってる。ブーストビースト、レヒレが残、うわ、ちょっと待って、レヒレ、レヒレ、レヒ、相性がもう、これ S 負けてたら負けですね。うん、S が負けているのならばエテの負けです。ま、伸びしろですね。はい、伸びしろですね。もうこれは落ちるね、さすがに落ちるわこれは。でミミッキュをね、まあ残したのはワンチャンね影打ちがあるから、うん、やっぱそういうところまでねしっかりね次の手次の手を考える、うん、それがポケモン伸びしろですね。はい、ヒロシ君対戦ありがとうございました。いやー、久しぶりに勝てた、嬉しい嬉しい。一勝一敗、とりあえずシーズン2はね、一勝一敗。一日一戦やめようかな。一日一戦やめるわ。シーズン2からは。一日一勝伸びしろですね。